はい、皆さんこんにちは。今回は久しぶりにパッキングではないんですけれども、無印良品で買った物を紹介したいと思います。今2024年10月なんですけれども、11月4日まで無印良品週間ということで、せっかくなら旅行グッズも買い替えたいものがあったので、今回無印良品週間を利用して買ってまいりました。買ってきたものと、また今まで愛用しているものと、あとは生活用品ですね。ちょっとこれはおまけ程度なんですけれども、そういったものも紹介できたらなって思ってます。よろしくお願いします。まず一つ目なんですけども、こちらのオレンジのケースを買いました。このサイズがすごいちょうどいいなって思ったんですが、この色ですね。今回これ入れてるのは実は救急セットなんですけども、国内旅行にこんな大層な救急セットいらないかなって思うんですけれども、私登山をするんですね。で、登山の時にエマージェンシーキットっていう形で、こうやって消毒とかバンドエイドとか痛み止めとか湿布をこれに一式入れてます。この色もオレンジっていうのがエマージェンシー風で、カバンの中で目立っていいかなと思いました。人によっていろいろ使い方があると思いますが、ガジェットケースとして使う方もいらっしゃるみたいですね。試しに入れてみたんですけども、アンカーのポータブルバッテリー、充電器とイヤホンを入れてみました。こういった風にカバンの中がごちゃつくのを防ぐためにも、このケース、この大きさがちょうどいいなって思いました。次に気になってたこれ、収納ケース、ダブルファスナータイプですね。これは S サイズにしました。サイズめちゃくちゃ迷いましたね。もうなんか大は小を兼ねるっていう、そういうものを買いたいなって思ったんですけど、冷静になって考えてみたら、私リュックで国内旅行行くのが多いんですね。なのでリュックの中で多分 M サイズだとちょっと大きいなって思ったんですよ。で、この S サイズだと結構リュックの中で邪魔しないなって思ったのと、あと今これこのメッシュの方に見えてる方、まあ、T シャツを今これ3枚入れてます。で、逆にこう見えない方、ダブルファスナーなので見えない方もあるんですね。見えない方にはあの分厚い靴下2枚試しに入れてます。分厚い靴下2枚と下着も2枚入れてます。それでもまだまだ余裕がある感じなので、これすごくいいなって思いました。あのこれから寒くなるので、パンツとかそういった着替えを入れたい場合は、もう一つあの実は無印良品じゃなくて楽天で買った圧縮バッグがあるので、そっちに入れたいと思ってます。では次にスキンケア関係ですね。これなんか新発売だったので買ってみました。薬用リンクルブライトオールインワンクリーム。なるべく荷物を軽くして少なくしたいタイプなんですね。まあ、言ってみれば化粧水、乳液、クリームがこの一本にまとまってると思えば全然ありですよね。助かりますよね。匂いもね、爽やかですごくいいです。で、あとやっぱクレンジング、まあ、置いてるホテルさんとかも多いと思うんですけども、私結構あの日帰り温泉とかも行ったりするので、そういった時にクレンジングが置いてない銭湯さんや温泉があるんですね。で、このマイルドジェルクレンジングを買ってみました。多分以前使ったことがあって、その時に結構良かったので、でこのサイズっていうのもすごくいいなと思ったので買ってみました。匂いもね、すごいね、柑橘のいい匂いがしてね、いいなって思いました。はい、でこれお試しで買ってみたんですが、ダメージケアシャンプー張り腰、天然成分 100% にこだわったヘアケアシリーズだそうです。ボトルも買ってもいいかなって思ったんですけども、ちっちゃいサイズのね、一回こっきりで終わるっていうのがすごくいいですよね。捨てられるっていうのが、外の温泉とか行った時にあのリンスインシャンプーっていうのありますよね。まああれも悪くないんですけども、まあ、やっぱりせっかくならコンディショナーもしっかりして髪バサバサを防ぎたいっていう時に、やっぱりこういうのが1個ポーチに入ってると安心だなと思って買ってみました。では次にヘアセラムですね。今多分これ限定の匂いのやつだと思うんですけども、ヒノキ&ラベンダーの香りで、もう一個は確かオレンジっぽい香りだったかな。もう一個が多分通常の期間限定じゃない方のやつも前に使ったことがあります。その時にまあ結構良かったので、今回期間限定ということでちょっと違う香りを試してみようと思って
オレンジとヒノキすごい迷ったんですけども、ヒノキとラベンダーのなんかこうお香の香りっていうんですかね、妙に落ち着いたこうお寺を思わせるようなヒノキとラベンダーの香りに挑戦してみようと思って買ってみました。ドライヤーをする前にも使えますし、あのヘアセットねちょっとしたい時にちょっとだけ手に出してこうすごい広がるので伸びがいいので、スキンケアがね置いてあるホテルさんとか温泉って多いんですけども、まあ、ヘアオイルとかヘアクリームとか置いてあるところは少ないと思うので1個持ってたら安心です。では美容関係つながりということで、私の今回買ったものではないんですが、あの愛用品ということで無印のこのクリアシリーズ、透明のポーケースシリーズ、これすごいいいです、まあ、リアルにこれ多分何年ぐらい愛用して、2年ぐらいは愛用してると思います。なのでちょっと汚いんですけれども、2年愛用してもまあ丈夫だし、化粧メイクポーチにぴったりです。もうこれだけの量がこれに入ります。で、私そんなに化粧品多くないので、これに1個入れて家でもこれ使って、旅行行く時ももうまあいいや、これだけカバンに入れていこうっていう感じでこれごと持っていきます。それにこのポーチに入れてるのがこれなんですけども、これあのブラシケースとして使ってます。あのフェイスパウダーとかアイシャドウとか、ブラシで大きいブラシでつけたいなっていう時にここに一緒に入れてしまえばすごく便利です。別の動画でもご紹介したことがあるんですけれども、ポリエステルのガジェットポーチですね。私はカメラを DJI ポケット2というのを使ってるんですけれども、それがちょうどよく収納できますね。真ん中にマジックテープがあって固定もしやすいですし、細々した部品とかそういったものも収納しやすくて愛用しています。今回買ったものの中で旅行には直接関係ないんですが、私がずっと愛用しているもの、それはこのマンスリー型の手帳ですね。で、このサイズが一番いいです。 B5 サイズです。で、月曜始まり、まあこれまでいろんな手帳を試してきましたけども、結局この形に戻ってきてしまう。何がいいのかっていうと、見開きで全体が把握できるんですね。その月一月のあの予定がこう、マンスリーとウィークリーがついてる手帳ももちろん使ったことあるんですけども、ウィークリーなかなか使わないんですよね。でもったいないなってずっと思ってて、でマンスリーの方に書きたいというか、一目で全部こう把握したいっていう考えがあるので、こういう広い枠内に、例えば12月2日だったらこの日これとこれとこれとこれの用事があるで、終わったらチェックチェックチェックみたいな感じで、でパッて開いた時に、あ、次20日にこれがあるんだなとかって把握したいんですね。で、細かい予定もここに全部書きたい。で、これ後ろの方にもこうやってメモみたいな、もちろんこれウィークリーとして自分で書いて使ってもいいと思いますし、私はメモとかこう浮かんだ考えとかここら辺に適当にまとめて書いたりしてます。トートバッグにも入れやすいですし、まあ、薄いので持ち運びやすいですし、ボールペンもここにこうカチッて下げて家で使ってます。次は生活用品ですね。気になってたやつ、水回りの汚れ用掃除シート、まあ、口コミ読むとこう水をつけるだけで汚れが落ちる。で、コンロの汚れとかなかなか落ちないなっていう時にいいなと思って、研磨剤不使用でいいらしいので、ちょっとこれ使ってみたいなと思って買ってみました。ウレタンフォーム三層バススポンジ、浴室用掃除用スポンジですね。水切れの良い素材で、こっちはちょっと柔らかい素材、フローリングワイパー用ウェットシート20枚で99円ってめっちゃ安いですよね。ちょっと口コミ読むとちょっと薄いみたいなんですけども、使ってみようかなと思って買ってみました。新しく買ったわけではないんですが、まず一つ、この謎の物体何だと思いますか？これはね、マッサージに使えるやつなんですよ。デスクの上に置いてるんですけども、あ、しんどってなった時にここら辺をゴリ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 やると、あ、効いてるわ、首のとことかっていう感じで使ってます。まあ、これからの季節足元冷えますよね。
これ結構前に買ったやつなんですけども、ボアのルームブーツ、ルームシューズでも今は多分新しい型が出てると思うんですよ。その新しい型はここに切れ込みが入ってて、多分こっちからスッて履きやすいような形になってました。冬はこれ履いてパソコン作業してます。最後、去年無印でちょうどセールになっていたモコモコのルームウェア、これ着て寝るすんごい幸せな気持ちで布団に入れるんですよ。下の部分なんですけども、足首のところがゴムになっていて、こう上にずり上がらないようになってるんですね。で、朝起きて足丸出しっていうこともないので、これすごくいいなと思って、で今年多分新しい型が出てると思うんですね。でポケットが多分上の上着の多分新しいのはここについてるのかな。でこのまあズボンの方にも一応後ろ側にポケットついてるので、まあ寝る時だけ着るんだったらね、そんなポケットも必要ないと思うので、部屋着にしたいっていう人はポケットがある方がいいかもしれませんね。あともう一個忘れてました。さっきこのケースに入れてた靴下、これ履いてこのルームシューズ履くとめっちゃあったかいです。拙い説明ではありましたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。